そうだ、また外出なきゃだし、しょんべん行っとくか。あれ、便所どっちだっけ。多分こっちだな。あ。悪い、邪魔した。ねえ、ちょっと。あ、出ればいいんだろ。そうじゃなくて、どうしてそんなに冷静なのよ。まあ強いて言うならおっぱいがそそられないっつうか、言ったな。じゃあそのおっぱいでやってやるから、後でもう一回言ってみろ。こっち来い、これ。おお、どうした？さっき俺が言いたかったのは、ジェニファー・ローレンスみたいな女の子だったらもっと挟んでくれたってこと。あの人背高くてお尻も大きいだろ。あとさ、釘崎、お前すんげえいいケツしてんな。なんか変なこと言ったか？ガッバカ！うわ、タオルに精子ついた。